つも思ってたんですね。これはほら東映トラック野郎っていう映画に出た最後のトラック、これっきり残ってない、これ一台、はい、これは菅原文太がそこで運転したわ。何年のものなんですね。50いくねんだっけ、52年か。じゃあ1970年代の、そうそうですね、もう40年、40年も経つんですか、はい、あと昔からよく気になった、気になったというか、なんか大きな違いはアメリカのトラック後ろからしか積められないんですよ、荷物は。日本のトラックなんか横からでもなかった。アメリカはそう、そうなんですよ、全部後ろ。そうです、日本は後ろからだけだと仕事にならないから。走行距離はどのぐらい走ってるものなんですか。これ映画だけで使ったんですか。じゃああまり走ってない、本当だから5、6万走ってないの。このトラックで育った子供たちが今こういうトラックを作った。なるほど、はい、原点はこれなんだ。なるほど、じゃあこれを子供の頃、今あのトラックの選手がこう見て、だってあれの子だって20歳の時にあの子もその見に来て、はい、あんなでかくなって、うん、もっといいに喋っちゃって。いやいや、どんどん喋ってください。いや、いいですよ。文化っていうのは、はい、日本の、日本の文化で、日本の田舎の文化、自分の田舎のことのイメージをしてみんなトラックを作る、それを都会に見せて、都会人に見せてやろうっていう文化から始まった。外国人は日本の文化として認めてたんだよね。そうですね、そうでしょ、認められるような。それが日本の国では文化としてまだ認めてない。これとにかく見て、なんて感動、もうすごい憧れますよ。もう自分もこういうのなんか一台アメリカに持ってて、超ぜひ走ったらどうでしょう。呼んでください。アメリカのコンボイレースに日本代表で出たんです。そうじゃ。一番初めに認めてくれたのはこれアメリカ。これからこれからまたね、復活してまたアメリカのね、あのアメリカ人に見せたいと思います。ね、はい。まあ、頑張って、僕は宣伝してます。宣伝いたします。はい、今日お時間いただきましてありがとうございます。乗ってもいいから。あ、いいですか。いいよ、どうぞ。あ、大歓迎です。ありがとうございます。失礼します。素晴らしい。ちょっと閉めますね。おー、いいね。トラック野郎出るんで、ありがとう。ビデオに関してのお問い合わせはご覧のメールアドレスまで。チャンネル登録もよろしく。